大宅 TV。 たくさんの結果ね、まあ ね、ちょっとね、まずいろんなところからいじんなきゃいけないすいませんね、あの衣装の件なんですけどもね、いやまあそうですね、まあ、ね、今までねずっとグレーだったんですよね。そうちょっと地味だなんて言われてね、まあ俺好きだったんですけどね、別にね、まあまあまあね、まあせっかくちょっと明るい色にしようかスーツでって言って、お揃いでって言って、ね、でやっぱね、青をなんか青で統一してる人ちょっと人気あるよねみたいなね。いやまあまあ、まあ、ね、なんかね、そういうなんか目論みでね、ちょっとこう上着のカニさんとかもね、そうだしね、そう銀シャリさんもね、鮮やかなブルーのジャケットを着てらっしゃる、みんな人気者だなっつって、まあ俺たちもじゃあそれちょっとあやかろうかなって言って、まあ来たんですよね、うん、それなんか双子のバスの運転手みたいな、ね、本当にね、なんか誰か黒のしっかり目の帽子かなかったら俺もすぐに運転できますけどね、運転できますけどもね、まあでもね、たくさんのお客さん集まっていただきました、ありがとうございます。ルミネで単独ライブやるの初めてですからね。そうですね、初めてですけどね、まあちょっと自己紹介からしようかなと思います僕たち一夏の双子でコンビ組んでやってますね、僕兄の大と言います、よろしくお願いします、僕は弟のタクでございます、同じですね、いや頑張っていかないとなって言ってるんですけどね、まあまあそうだね、まあ僕たちね、こういう仕事やってると、よくね、差し入れとかいただくんですよ、まあまあありがたいことにね、何個かいただきますけどもね、今日もね、始まる前に何個かいただきましたし、お花も届きましたし、あーね、たくさんいただきました、ありがたいことなんですけどね、ちょっと俺前からね、差し入れでちょっと思ってることがあって、何、お前の方が差し入れちょっと多くない？差し入れ、うん、いやそんなことないでしょ別に、いや俺毎回数は全部チェックさせてもらってる、チェックしてんの気持ち悪い、ずっと見てんの、ずっと最大7、最大7も違った、最大7多い、いやそんなことないと思うよ俺は、いやずーっと俺気になってたんだよそれ、お前のが多いなと思って、あそうっていうことはさ、うん、お前にだけ差し入れを渡してる人が複数に存在するってことになるよな、まあまあまあお前のが合ってるならね、そうだよな、まあまあ、まあ、お前はさ、うん、この自分にだけ差し入れをくれる人のことをどう思ってるの、どう思ってる、うん、いやありがたいと思ってるよ、いただいてるわけですから、ああそう、そりゃそうでしょ、いや俺はお前にだけ差し入れを渡してる人のことを正気じゃないと思ってる、うん、何を言い出してんだよおい、正気じゃない、二人見に来てんのに片方にしか渡してない、正気じゃねえだろ、いやそんなことないじゃん、だって普通のコンビだったらね、こっちには渡すけどこっちには渡さないみたいな当たり前にあるでしょ、うん、あれ俺の方が差し入れ多いからちょっとひがんでるってこと、いや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 、そもそもさ、お前他のコンビと同じにすんなよ、なんで俺たちは違うだろ、だって俺たちは同じなんだから、なんてそもそも他のコンビと同じにすんなよ、俺たちは違うんだから、だって俺たちは同じなんだから、何が言いてんだ、何が言いてんの、なぞなぞ、何何が言いたいの、分かりやすく言おうか、うん、俺たちはスニーカーだろ、スニーカー、うん、違うよ、俺が右のスニーカーだったらお前は左のスニーカーだろ、じゃあお前だけ差し入れ渡す人はさ、左のスニーカーだけこうやって手入れしてんの、帰って磨いて、そんなわけないじゃん、水溜りあったら右で行くの、絶対なんてだよ意味わかんねえだろそれよ、それと一緒だろうか、何がだから同じものなのになんで片方だけ特別扱いするのかって話してんだよ、いやそれスニーカーで例えられてもさ、俺たちパピコだろ、パピコ、お前にだけさ差し入れ渡す人はさパピコ、なんで捨てちゃうんだよ、これと一緒なんだよ、捨てるのとは話ちげえだろ、俺たちはチューペットだろ、なんだよ、お前にだけ差し入れ渡す人はさチューペット、なんで捨てるんだ、これと一緒なんだ、流れで行くな、流れで、俺たちは雪見大福だろ、どんだけ愛して例えんだお前は、お前だけ差し入れ渡す人はさ雪見大福、お前水切りみたいに行くなってよく行きそうだけどお前、これと一緒のことやってんだよ、いやいや例えが極端すぎる、分かりやすく伝えただけだよ、そもそも俺たち雪見大福ほど似てないからね雪見大福より大宅の方が似てるだろ、なんで自信持ってんだよ、雪見大福の方が似てるに決まってんの、大宅の方が似てるわ、いやいや雪見大福の方が似てる、大宅、雪見大福、激似大宅、何それ雪見大福みたいにくだらねえこと言ってんの、いやいや俺たち確かに似てるけど、うん、ちょっと違うじゃん、だから俺にだけ渡してくれる人はその違いを見つけて俺にだけ渡してくれると思うのよ、うん、でもこれ逆に考えたらね、見分けがつかない人がほとんどなのに、うん、その違いを見つけてくれるっていう、ありがたいじゃん逆に、それなのに俺が多いからちょっとひがんでそうやって言ってきた、いや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 、そもそもなお前な、ちょっと違いがあるからって差が出るのがおかしいんだよ、なんでだよお前、チップとデール知ってんだろ、知ってるよ、チップとデールって色も違うし鼻も違うし歯の形も違うし、デールだけ前髪がポコって生えてんだよ、めちゃくちゃ詳しいじゃねえかじゃあお前見たことあるか、ディズニーランドでデールにだけ大行列、見たことねえよそんなの、チップがアテンドしてんの、アテンドしてんの、お一人様1枚になります、前に詰めてお並びください、携帯のご準備をしてください、はい、かしこまりました、はい、ありがとうございました、またのお越しをって、見たことねえだろお前、そもそも喋んねえんだよなんでチップがアテンドしちゃうんだよ、どういうことかわかるか、何が、
あな、チップとデール好きな人っていうのはな、チップも好きだしデールも好きなんだよ。俺この間ヤフーチューブ袋でな、チップとデールどっちが好きですかって質問を見つけてきたよ。何を調べてんだ気持ち悪い。ベストアンサー知ってるか？どっちも好きですなんだよ。そうなんだよ。これが正常な考え方なんだよ。正常な考え方ということはわかるか？タクにも差し入れ渡す、ダイにも差し入れ渡す、これが俺たちのベストアンサーってことなんだよ。お前が欲しいだけだろって。ただよ、何を言ってんだお前よ。お前にだけ差し入れ渡す人はな、はっきり言おうか、あのね、サイコパス。何を、いや、お前だよ、サイコパス。いやいや、サイコパスって。やばすぎるって。多分な、そんな人な、その人にな、双子の子供が生まれたらな、片方だけに愛情注ぐよ。そんなわけねえだろ。かわいそうに、二人ともアンパンマンが好きなのに、片方にはアンパンマンの T シャツ、片方にはカバオくんのランニングシャツ。多分そんな商品ねえよ。誰が求めんだ、カバオくんのランニングシャツを。多分お前だけ差し入れ渡す人はな、幼少期な、キキララの下敷き、いや、よく使ってたけどみんなね、あのキキの部分を消しゴムで強くこすって薄くしてララを立たせるような使い方。何ララを立たせるって、かわいそうに。グリとグラの絵本あるだろ。あるよ。そのグリの部分を消しゴムで強くなんで消しゴムで使うんだよ。お前はグラとしてのストーリーとして読んでただろ。話変わっちゃうじゃねえか、それじゃあよ。だお前だけに差し入れ渡す人の生活なんてな、かのもこんな生活だよお前。おいそれは違うだろ。一つのものを半分にしてるのとはまた話が違えだろって。いやもういいよ。おー、おかしいおかしいおかしい。それじゃ左のスニーカーだけ汚してんじゃねえか。これぐらいサイコパスな生活してるよ。いやいやいや、何を言ってんの。もういいって認めてって。悲願んでるだけなんですよ。いや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 、だったらさ、お前がな、俺が納得できるなんか意見ある？え？お前が多いって納得する理由が俺あるんだったら、いいよ、納得してやるよ。あのね、理由がないのよ多分。は？たまたまな、たまたま、たまたまどっちかに渡そうと思って、たまたま俺が続いてるだけ。そう考えればよくない？お前な、人間の深層心理でな、うん、右と左全く同じ扉あったら、うん、人間の 70% が左選ぶんだよ。ほら、俺立ち位置左だもん。お前の向かって左だよ。たまたま渡そうって思ったら、お前俺にが多くないとおかしいんだよお前。全然理屈通ってないよ。分かった分かりました。じゃあ俺直接言います、うん、俺にだけ差し入れくれる人にタッチのみなみちゃんになってください。みなみちゃんは達也も和也も平等に扱ったし平等に愛した。そうすれば俺にも渡すしお前にも渡す。しかもな、みなみちゃんは最終的に兄の達也を選ぶんだよ。ということはお前の方が多くなるかもしれない。俺これ言う、これで大丈夫。みなみちゃんが達也選んだのは和也死んだからだろ。じゃあ何かお前、俺が差し入れもらうにはお前死ぬしかないってことか。そりゃ差し入れでも何でもねえよ、もう香典だよ。なんで香典返ししないといけねえんだよお前。なんで俺だけ香典返せないといけないんだよ。ありがとうございますって言って、もういいって。全く意味ねえよ。うるせえうるせえ、認めて早く。は？悲願でるだけなんでしょ。いやいや、返し弱えんだよお前。俺が悲願でるだけって確信ついた時だけ、いやいやいやって全部。そういうとこなんだよ。そういうなんか意固地なところがお客さんに伝わって、お前には渡さないとこうってなってんの。だから認めればいいんだよ、僕にもくださいって。そしたらみんな、あ、可愛げあるなってなってくれるから。言ってみ今。本当に？うん、いけるいける。くれるよ、みんないい人だから。俺だってサイコパスとか言っちゃったよ。大丈夫大丈夫大丈夫、確かに言ったけど。で、気にしてない、忘れてる。もう言ってみ、言えば大丈夫、僕にもくださいって。ほら言ってみろ。バスの運転手とかも言っちゃったけど。いや、それはいいよ、自分のこといじっただけだもん。二人ともそう見えてるから大丈夫。言ってみって。いやいやいや、いいにしろ、もういいよ、どうも。